何やっとんじゃクリプト。お前はチャンピオンや。チャンピオンや。アフロでチャンピオンが。さあ行きましょう。チャンピオンがアフロなのか。さあそれともクリプトがチャンピオンなのかって。そうなんだよ。ちなみに扇風機の音うるさくてすいません。He's my head still spinning.あれはもう呼び捨てなんだ。こんがらがってるだったの。ああ、 KGB に、うん、そうだ、俺のコナフを狙ってきたんだ。あ、そうなの。いや、でも宇宙規模で見たら組織されてないって言われてる。そうかっていうレベルだと。待てか、宇宙人は星でなんかなってそうだけどね。そう、じゃあ猿か。猿、はい。あれ、まあいいでしょう。あ、避難するコメント聞いてもよかったな。まあいいか。避難する、ちょっともう一回いける。あ、いやいや、これ、はい、避難をしてみよう。どんな悪口が、どんな悪口が聞けるか。ドラッグ、アルコール、軽い女ども。ヒントはその軽い女を、ヒントか。あー、言い訳してんのね。そんなことはいいよ。大丈夫だよ。なんか老けた顔が。老けたね、なんかシワシワしちゃったのか。あれかもね、あの、コスチュームのせいかもしれない。ああ、そうだね、確かに。アフロに全てのパワーを。ねえ、あ、ヒッピーの椅子を近っちゃうのか、強制強制でやるしかないか。もしや、ミッションが追加されてしまった。いやヒッピーのせいで壊滅されたと思ってまあ、いや、こういうルートでいいんじゃないか、今回は。ファンキーな格好になったしな。冷静だった。 あんまり賢くないタイプか、138は。え、なんだよ。なんだよ、かわいい。あー、あれか、いい DNA を吸い取らないといけないんだっけ。脳みそ吸い取らなかった前回。そうね、いろいろ、まあ、ね、パーンしたりね。ねえ、じゃあ去るか。はい、去りましょう。まあ、負け GB の高橋さんが来ます。あ、聞かなきゃいけないんだ。聞かなきゃいけダメです。あ、なんだ。あー、方法ではなくね、うん、どう探すか、まず。あー、なるほどね。いや、あー、そうか。意外と頭いい、KGB は。ちょっとじゃあアイデアおびき出せるかな、そんな作戦で。もう出せない。すごいな。あ、結構有能なんだ。ハッキングとかもできちゃうタイプの暗殺教室のリッチャーみたいな。まあ優秀だよね、さすがボスっていうか ね、まあ、ね、この四年代になった今どこにでも潜り込めそうだし、うん、ザ・フリークザ・フリークについて話す。フリークだわ、頭がちょっとフリークだわ、こいつは。聞いたことはある。いやいや、もうその辺にいっぱいいるから、フリークは。そうだね、真のフリークがいる。ザだから、ザ・フリーク。どっくり。あ、結構英語でもこういうノリなんだ。いやいやいや、まだまだ足りなくていいんだな。あの、ツバハチおじさんを探さないと。調べるといいっていうか、教えてくれるの。はい、じゃあミッション受けましょう。あ、じゃあ受けましょう。はい。頭の櫛が気になる。ありふれた櫛だ。はい。へぇ。まだ情報。まだ情報収集です。どう探していくんだ。それは、クリプトなりのね、やり方が。ほんと、博士か。あー、もしや、例の技が。例の技が。出てしまうのか。例のあれです。例のあれが。お、なんだ、女だ。うん、なんだ。視線を感じる。お、バービーちゃんか。じ。ひぇー、かわいい。あー、目やっちゃったわ。恋が始まっちゃうわ。やだー。あ、やる気だ。よーし。ゲーミングゴーグル。にやり。やだー。やられちゃうな。あの女を、ものにしちゃう。どうする？好み？タイプ？何点？マイナス300です。ひどい。俺はインディアン以外に興味ねえ。あー、そうだった。インディアン以外に。あ、警察も来たぞ。さあ、ラブ。新しい技です。ダンスさせる。一体何よ。強制的にダンス。はい。3人いれば強制的にダンスをやって、はい。パーティーを始められる。やった。まあね、文字だけ見て全くわけわかんないと思うので。はい、じゃあ、行きましょう。見よう。よし。で、まずは君と君で、ダンス。で、3人でダンスを。パーティーだ、レッツパーティー。よし。あー。で、パーティーになって、その中の一人の思念に入り込んで。おー、あ、なら、すげえ。なるほどね。ということで、うん、これは今クリプトになりました。すげーわー。前回とは違って、近くにいる人をコピーするではなく、完全に入り込みます。あ、面白いね、うん、今本体はこっちに入ってると、うん、すごい走り方。あ、クリプトが走ってるからね。女性らしさを失っている。すげー服着てるな。おっぱいが見えちゃうよ、お姉さん。で、フリーラブを使ってパーティー始めた。警官を、ボディースナッチする。ボディースナッチって何？ボディースナッチって何？これ違う、これはボディースナッチではない、きっと。あー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 
っちまった。ということで、先ほどの方がボニースタッチ、ボディースタッチというので、ああ今クリプトのでかいやつが出てた。女の抜け殻が、本当はね、警官をやらなきゃいけなかったんですよ、私のミスでした。そういうことか。で、3人行ったので、警官をボディースナッチ。あの女さん、ボロボロだぜ。よし。あ、なるほど、これでもう警察内部にも潜り込めちゃう。で、警戒レベルは電話をかけようと。ああ、もう大丈夫だよって、わかんない、声は警官の声だが、そして異常なし。あ、異常なしって言うだけでいいんだ、簡単だ。踊れ踊れ、すごい。あ、パーティーが終わってんだね、うん、すごいな。なんだこの怪しいクリプトのお兄さんみたいな人は。スキャスキャ、何か心の中、あ、公園に戻ったら、うん、ザ・フリークにコツを聞いてみよう。公園にザ・フリークがいる、います。ということで探してみましょう。割と簡単だな、そんな近くに。こうスキャン、前回はね、いろんなあの日本語で面白いことやってくれたんですけど、今回はね、あのすごい見づらいので、ちょっと見やすいように。ああ、フリークはどこ行ったんだ。丘の上で千人の真似事でをしている、はい、ヨガの達人かもしれん。で、そしてですね、彼は警官の状態では会ってくれないので、あ、そういう類の、もう結構です。あ、結構、さよなら。死んではいないんだ、ま、はい、ダンス、あ、ダンス、あ、ダンス、踊ろうぜ。あ、ダンス始めると、で、この女に、ま、この女さんに、女さんに乗り移り、さっきの色違い女さんに。あ、ここ最初にダンスしてたところか。すで、うん、に踊ってたんだ、クリプトは。で、よがってるやつ、このよがってるやつ、謎の、おっと、香ばしいのがいるぞ、お前か。いや、はじめまして。すげえな、レベル高いわ。お、hey、お、脳みそでかいな。声低い。声低い。やだー、おっぱい。攻めてるね。わー、これレベル高いわ。うん、この方がザ・フリーク。これ、札に目をつけられてる。いやー、大丈夫。ロシア人、何を求めてる。いや、まあ、上から言ってみましょうか。なんだ、ロシア人について知ってるか、国際情勢を。国際情勢を知ってるか、君は。悪口よ。わかる、どっち側かわからんぞ、まだフリークが。猫のことか。あ、まだ手下の手下。アビー・ホフマン。知らない、ごめん、ちょっと全然知らないよ、アメリカの事情は。本当にすいませんけど。あ、招いたのは誰か。あ、あれは妻男の正体がわかる。なんでそのこと知ってんの。情報通だろ。絵的にすごいな、サムネにするか。こっちもすげえよ。とんでもない絵だ。コヨーテボンウォーター。コヨーテボンウォーターね。コヨーテボンウォーター、はい、ボンウォーター。コヨーテを名乗るとはなかなか度胸ある競争的な存在です。 あれそれがあの KGB を招いた女を囲ってる。女たちについて聞こう、とりあえず。じ、やだー、出てんのかな、やられちゃうかな。怪しいな、そいつは宇宙人だ、きっと。なんで嬉しそうなんだ、お前が。実情の王です。どこでやらかしてんだ。さあ、居場所に居場所か。なんだこの伺うような目線はやめろ。声低いんだよな。あ、被害妄想も入ってて、うん、あ、公園には来ないだろう。隠れが、あ、やっぱ広いぞアメリカは。飯の種を、紙のドリンクを配ってレベレート、わかんない、レベレートがわかんない、レベレートが情報の可能性もあるしね。レベレートがわかんないから笑えないわ、全然冗談が通じないわ。レベレートを買えばいいの、うん、ウォーターでドリンク販売してんだ。レベレートって、レベレートってなんだよ。あれ、薬か、薬か、宇宙が自然の万能薬。あかんやつだ。これがあればスズナが救えるかもしれない。そうだよ、そうだよ。おー、薬だな、うん、十中八九薬だな。シャルトも。おっしゃ。下等、下等かな。いいよ。もう全員コヨーテボンウォーターに見えてきたよ。うわぁ、確かに。よし。立ち方ガニ股で。じゃあ、なんだ、ドリンクを買うの違うな。コーテックススキャン。まだまだ情報が
それいい、この広い街を探すのか今から。しかし私は場所を全て心得ておりますのでご安心ください。やったやったぞ。走り方が、まあ、こうやってね、あの足をしながらか、そう、どこに何か持ってるみたいなね。あー、たまに有益な情報が出てくるんだ、うん、これあの体の中にクリプト入ってる感じなのかな。そうね、死ぬ体として。あ、本体は別のとこにあるのかな。スイッチスイこれは大変字がちっちゃいですね、非常に。まあいいや、これでスキャンしながら。さあ、どんどん行きましょう。上のメーターは体力かな。これが切れると変身が途切れてきます。ああ、そうなんだ。さあ、ここら辺で、はい、あら、いい感じの探さなきゃいけないんですけど、はい、私はすでに場所を知ってるので。場所を知ってるの、よかった。だ、ちょっと小綺麗な建物になってきたでしょうか。うん、あ、桜だ、多分。さあ、ここですって。あ、ここか。ここか。助かる。助かる。で、この格好で怪しまれてしまうので、いや、めちゃくちゃ怪しいもんな。解除。はい、目の前で。そして、うわー、すぐに。さあ、踊れ。ここのボディーガードの一人になります。なる、巻き込んで。面白いね、このメタルギア要素も。こいつは、踊ってる場合だ。踊ってんのね。これ、こいつは何側だ、このボンウォーターの手下か。ボディーガードね。ボディーガードか。まあ、行きましょう。はい、あアクション。片方靴脱げてない。もうやりたい方だよ。へえ、ここにボンウォーターが。さあ、どんな人でしょう、ボンウォーターとは。フェロモンダダ漏れの色男と見た。わしにも食わせろ。うん、さあ、どれだどれだ、どれがボンウォーターだ。釈迦師と始めます。よかな、タントラ。ああ、なんか、まあ、この方スピリチュアルな話で。あ、これか、うん、さっきよりはマシだと思う。ゴリってんね。10時間。そう、人は誰でも持ってるんです。みんなの心に持ってる。持ってる。ああ、届き始めた。無名の、無名の、そこから持ってる超越人力です。まずいぜ、これは。変な CM ついちゃう。日本の光。いや、日本の光じゃないよ、君は。あ、菩薩様。菩薩めちゃくちゃだ。俺も菩薩だ。俺も菩薩にしてくれよ。Yes again, sunshine. なんか今話が、こいつが KGB を招いたんでしょ、だってとは言われてるけど、まあ、これも後々語られます。まあ、わかんないか。いや、憧れはしないよ、別に。この人生に憧れねえよ。すげえな、この人。マウイ的な感じもある。一緒に私とテーマソングを作らないと。あの宗教の競争タイプって感じの。もう読める。グリシスパオガニコミコミタブなんてことも。もう一緒にどうぞ。もうイニシャルでお願いします。フリー。 Am I with you? うわぁ、まあ、犬を思わせてましたである、怖い。グリットが言うとマジでやるから。確かに、今からやるぞ。いけるか、わかんない、こいつもスーパーパワーを使うかもしれん。あ、こいつだ、唾を吐きかけられるぞ、気をつけろ。いやな、撃て撃て。これここで投げたらまずいんじゃない。ということで、KGB と繋がってることは確かです。あー、はい、展開が早くて助かる。あ、あ、さすがクリプト。おお、抜いていいの。あ、で、バイバイ。おお、すげえかっちょいい。で、ブギズっていうね。まあ、そもそも自分がいる部屋で投げようとしてたぐらいだから。さあ、いやー、皆殺しタイムか。あったら前回も後半皆殺しタイムでしたね。なんでやれ。お前じゃない。お前じゃない。白雪姫だ。お前じゃない。白雪姫だ。誰行ったれ。全員内送りだ。で、ちょっとした左になるんですけど、KGB のグレネードでエージェント叩そうので、あグレネードをこうやって投げてくれる前ちょっと待ちましょう。あ、なるほどね。投げてきたのを、うん、って感じ。さっきと同じ技が。さあ、投げてもらう。あ、なんか左に。怪しい動きをしてる男が。あいつが。あいつがグレネード投げてくれるのを待ちましょう。そうだ、あれムービーシーンにいた犯人だ、犯人。ほら、投げてこい、ほら。来いよ、筋肉男。叩い人は必要だ。ほら、投げてこい、来た。これで、KGB が。やったのか、まあ、倒せてないじゃん。倒せてない。うるせえ、てめえら、そんなやろって。もういいわ。消えろ、消えろ。消え、消えれ。海へ帰れ。母なる海へ。うーまもーおーい。巨大やったけど、お前は。おーい、なんか言いたいことあるか。一緒に、一緒に旅しようぜ。旅しようぜ、わら、空の旅を。お前を殺すのは最後にしてやるって言ったら。あれは嘘だ。あれは嘘だ。わー海に、海に飛んでいってしまった。で終わり。これで終わりです。わあ、すげえ。いいじゃん。全然問題ないですね。フラワーチルドレンはどこに？え、フラワーチルドレンはどこにと。ああ、なるほど。全部やんなきゃいけない、うん、けど、まあ、90パーならいいでしょう。うわあ、目が痛い。これはあいつじゃないか。ボンウォーターはパンを求める。焼きたてパンを求める。もうわけわかんねえ。も
取るに足らない広告にされちゃった。はい、というわけで今回は以上となります。面白いね、うん、懐かしい技も出しつつ、なんか嫌な嫌な雰囲気になってきたけど、あ、なんか運が立ち込めてきましたね、うん、それでは次もお願いします。バイバーイ。飛んだ飛んだ。